Yeah. We're just getting started. I know that you want it, baby. Hey guys, it's Kana. ごきげんよう、皆さん。Kanaです。マウイです。今回はロサンゼルスのファッショントレンドを紹介していきたいと思います。イエーイ。ロサンゼルスはあんまりね、トレンドが移り変わりしないんだけど、特にね、流行ってるものを今回は5つぐらい紹介していきたいと思うから、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。今日フォースオブジュライって言って、アメリカの独立記念日だから、ちょっと外が騒がしかったら本当にごめんなさい。頑張る。それでは Here we go。 じゃあまず去年から引き続き大人気の 90s ファッション。もう 90s ファッションがすごくすごく人気で、こういう普通よりぴったりかオーバーシャツかっていうのが流行ってるんだけど、今ファッションだけじゃなくて、こういうレコードプレーヤーとかフィルムカメラとかカセットテープとかも流行っていて、カリフォルニアで人気のアーバンアウトフィッターズっていうお洋服屋さんにもこういうレコードプレーヤーが売ってたり、すごい欲しくなるんだよね。オーバーサイズシャツ、イエーイ。オーバーサイズのこういうトレーナーとか T シャツはすごく流行ってて、今日はカナダに着てるのはアリアナちゃんの Thank you next フーディーです。今特に着てるアイテムナンバーワンはバンド T シャツ。バンド T シャツはなんか特にちょっとアーバンスタイルっていうのかな、かっこいいサバサバ系の子が着ているアイテムで、バンド T にプラスチェックのボトムスプラスドクターマーチンを履くっていうのがカナ的なあのアーバンスタイルって感じかな。あとあのだってメガネみたいな柄。今年はアニマル柄がロサンゼルスでは流行っていて、定番のヒョウ柄はもちろんなんだけど、ヘビ柄が今結構流行ってます。番外編ですが、このエアパーツもうこれファッションでも何でもないんだけど、もうエアポッツはおしゃれアイテムです2019年18年一番流行してると思う。アクセサリーでね、アクセサリーは今指輪が特に人気で、指輪をたくさんつけるのが今流行ってる。あとピアスはカナも今日つけてる感じの輪っか、ラウンド型のピアスが流行ってます。今特にゴールドが人気なんだけど、結構かっこいいタイプのお洋服を着る子とか、エッジの効いた子はシルバーのビリー・アイリッシュ今日つけてる感じのごついネックレスが流行っています。そしてサングラス。サングラスも90年代のちょっとこのダサかわというか、もう今年はもっともっとダサかわいいを極めたようなサングラスが流行っていて、普通のサングラスといったらこういうここのね、横の部分が細いサングラスがすごい流行ってて、近くで見えるかな、こんな感じです靴はね、去年に引き続きアグリシューズがすごく流行ってるんだけど、スニーカーは真っ白のシューズか、バンズのこの黒と白のチェックのシューズだったりとかうん、人気だねカナはね、ちなみにこれを最近ゲットして結構履いてるんだけど、どれだけ白くキープできるかが問題。エアジョーダンのヒールかな、エアジョーダン、いや、そうだ、当てたちなみにヒールは今年はシンプルなラインの細いヒールが流行っています。あとヒールのところが透明になってるヒールね、これはトレンディーだなって思う、欲しい参考にしてくださいはい、こんな感じでした。ここまで見てくれてみんなありがとう。マウイがいない、全然私事なんだけど、髪色変えてみた、どうアメリカ人の人が営んでる人気の美容院に行って染めてもらった動画を出したので、ぜひチェックしてみてください。わー、伝わるかなそれではいつもみんな見てくれてありがとう、本当に大好き、もうチーム KK ナンバーワン、まだの方はぜひチャンネル登録をしてチーム KK ファミリーに入ってくださいあとカナのインスタグラムのフォローも待っております。それではみんな最高の夏をカナと一緒に過ごそうねそれでは以上、カナでした。チーム KK のみんな、ラビュー。To wash me, waking me under, try to shut me, cut me down.